ベータ・ベーレンス1913年、ベータ・ベーレンスは20世紀ドイツの建築家、デザイナー。モダニズム建築や工業建築の分野の発展に多大な影響を与えた。はじめはミュンヘンで画家、グラフィックデザイナーとして活動し、1892年、ミュンヘン分離派に参加。建築家に転じ、ヘルマン・ムテジウスのドイツ工作連盟に参加。1907年、 ベルリンに事務所を開設。電気メーカーアイグのデザイン顧問につき、同社タービン工場の設計を手掛けた。これは、モダニズム建築初期の代表的作品になった。また、ガス給湯器や、照明器具、家電、文房具、タイプライターといった工業製品のデザインも手掛けるなど、インダストリアルデザイナーとしても活躍した。彼のデザインした会社ロゴは、 各種のアイグ製品に使用され、これがコーポレートアイデンティティの先駆けとなった。1922年にはウィーン美術院建築学校長に就任。バルター・グロピウスやミース・ファンデルローエ、ルコルビュージエも一時期ベーレンスの建築事務所に在籍していた。ありがとうございます。